今日きっちり測ってますね。はい、きっちり測ってます。これ10割ですよね。あ、2です。あ、2の方ですね。はい、はい、大木です。今回は僕の手打ちそばの講座の様子をまとめましたので、最初に僕がデモ打ちをしまして、そのデモ打ちを見た後に皆様が各自自分の部分を自分で打つっていう形を取りまして、そこに僕が回ることでアドバイスなどを言いながら打っていただいておりますね。最初はね、皆様同じようにコナーからコナーに戻してもらう。じゃあ、最初に入れたのが90ですよね。で、残りが35ですか。35絶対入らないですね。だいたい25ぐらいですね、経験上。10ぐらい残っていいですかね。これ、1回に入れるときに、どういうふうに塊ができるんですか。そうです、できます。残ったって、塊ができるってことは、言い方変えると、水をもらってない子がいるってことなんです。極端に差がついてるってことなんで、その差があるっていうのは、このもらってない子が後々割れる原因になるんですよ。なのでみんな平等にっていうことを考えると、こういう2回に分ける入れ方がまあベスト。一度に水を入れないってことをね、守っていただいておりますね。で、各自、粉の大きさ、粉の量と2鉢なのか10割なのかが違いますので。なんか良さそうには見えますよね。なんか良さそうには見えますよね。2鉢だし、うん、もうちょっとあれですよね、回転が足りてないだけですよね、これ。もうちょっと混ぜですよね。一番少ない方で 250g、 一番多い方で 500g のそば打ちをしております。そしてね、水増して一番大事なのはね、水のどこまで入れるか、どこまで柔らかくするかですからね。そこの判断をね、ちょっと皆様と僕と一緒にちょっとね、シビアに見ながら、あと一回入れようか慎重に確かめながらやっております。もうちょっといると思うんですけど、うん、もうそろそろですよね。基本的にはね、皆様全部そば打ちの工程は一人でできるんですけども、そうですね、この辺がちょっと気持ち怪しいですよね、うん、もうちょっと欲しいかな、はい、けどもうそろそろですよね。34いけるよ。残り34ってことは、うん、トータルで200いいじゃないですか。600で270ならこれいきます。はい、亀山さんならって意味でもあるんですけど、あとこの粉もっていうこともあるかな、うん、そこまで怪しくないと思いますよ。仮に入れたとしても1回分ぐらいかな、うん、どうですかね、この辺りで。まあちょっと固めたけど、できんことはことはないって感じですか、うん、はい。まあ、ちょっと固めようかと思います。します、ここでもう決めていただいてもいいですよ、入れる入れないを、うん、入れるなら今入れます、ね、うん、すいません。今の1回入れてだいぶしっとり感と、あと土作になりましたね。もうちょい切ります、うん、その割れ気になるなら入れた方がいいですよ、今の表面の割れが。いや、ちょっと入れそうですか。で、この身が切れる、コロコロコロ切れ、うん、消す前提ですよね、その代わり。そうですね、はい、やっぱり水回しで10割の水回しが難しいので、10割の方にはね、慎重にあと1回入れるか入れないか。で、どうしても消えなかったらまた手水ないしでキュッてやって、結構シビアに見てもらっております。で、上からギューで表面の最終的に縁割れがあるかないかですけど、いいですね、はい。じゃあ10割はそろそろですかね、うん、で10割だったらもうこれでいった方がいいですよね、うん、一旦これでいっちゃっていいですよ、10割だし、あと入れな足りなければ入れればいいだけなので、うん、じゃあ一旦まとめましょうか。いいですね、まあだんだんまとまってくる感じありますよね、うんうん、手応えもあるし反発力もあります。自分で自分でできる感じ。水増しの後のね、綿棒の段階、綿棒でののしになってきましたら、うまくいたわりながら生地を形よく、この過程過程で的確な形をね、意識してもらっております。
ここの段階でね、まずは薪の巣に入っておりますから、卵型を、綺麗な卵型を作っていただこうっていうのをね、すごく意識しております。そうですね、次は丸の次なので四角形ですね。四角形を目指した薪の巣をしてもらっております。そうですね、ちょっとこの辺り気になるんで、うん、であと割れも直せるし、うん、形も直せるんで、うん、一石二鳥なんで、丸卵で形が気持ち悪かったらこういう風にやってあげてください、はい、でこのラインですね、はい、手をこう全体的に、そうそうそう、うん、ここばっかり押さえるんじゃなくて、はい、ここもここもここもっていう、そう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 、はい、ああね、だってもともとあった傷が、ね、やりましょうか、一回直しましょうか、広げて、この時はね、少しあの真ん中ばかりを押さえすぎてたと思うんですけど、どうしても中心がへこんでしまったのと、ここでだいぶへこんでたの分かります？はい、綿棒にひっついてたか、うん、力がこの辺り強かったんじゃないですか、押さえる力が、もしかだからもう気持ち力抜いて、はい、ゆっくり伸ばしてあげれば、うん、多分ここまでの明確な、うん、段差できないはずですよ。わかりました、うん、はい、ここの角作りたいんですよね、この角、そしたらこの角作りたいんだったら国会やるべきです、うん、ここからそうすると結果こう出たの分かります、はい、出たと同時にここのシワもできたじゃないですか、それをできた分を伸ばしつつ直すんです、うん、なのでスタートはここなんですよね、はい、ここからの押し上げられた分をここで直すんですよ。角作りたいからって言って角からいきなり始めない方がいいってことですね。今1番2番やってますよね、はい、でこちらとこちらですよね、はい、若干こちらがちょっとこの辺欲しいかなって感じですよね、はい、うん、そうですね、それ終わってから向き変えれば、はい、うん、じゃあここからね、長方形に戻してください、あ、正方形に戻してください。癖ができちゃいました、そうなりだすともう、もう何かにつけて割れますよね、ともうその辺は触らない方がいいかも、気になるけど、要は直して破いて直して破いての繰り返しで、そろそろちょっとやめてくれと言っておりますね、これなできちゃった、でまあ伸ばすのが目的ですけど、伸ばしたゆえに破いてては意味ないので、そこまでやってはいけないので、伸ばしたくても割れるようならやめないとってことですね。縁触らない方がいいんですよ。縁以外のところを探すんですよ。そっちであれば伸ばせばいい。いわば縁って一番手短にできちゃうから、ついこっちにやりたくなるんですけど、やって最後にしちゃうよね。そうです。順番で言えばもう最後、一番最後に取っとかないと。もしかこれ。下打ち粉が足りてないんじゃないかな、なんとなく、うん、どうかな、うまく、ま、負けるかな、どっか ひっついてそうな気がするんだよな、なんか怪しいけど、いいかな、そうですね、今ね切っていただいてるこのこちらの方はね、悪くはないんですけど、切る一歩手前の動きの引く動きですよね、包丁を引く動きがちょっと物足りなくて、ちゃんと引いて、引いた分を切る前に出す、引いて出すがちょっと物足りないんでね、引き、引く、で引いてほしいがために僕が手を差し出しまして、この僕の手に当ててくださいと、当てるってことをね、ちょっと意識してもらっております。当てた瞬間に引いたっていう実感があるはずなの であとはもう切るときは一緒ですね、引いたらあとは出すだけなので、出していただくために引いていただこうと思って手を出しております。ある程度ね分かってらっしゃるんですけども、どうしても自分の癖でね引きがちょっと甘くなっちゃうっていうのはね、比較はされてるんですけども、ね、
どうしても切ってる間についつい忘れちゃうというかね。ちょっと意識して弾けるとトータル全部良くなるはずですね。あ、そうだ。はい。出ちゃうんで、そういう時はね、僕がちょっと一言口を出したり、ちょっと手を出したりして、ね、思い出してもらう。ちょっと切りをしっくりさせてもらうって感じですね。で、こちらの方はですね、フォームとしては安定2133というね、1 2 3 1 2 3 1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 
包丁のフォームはいいです。一つ悪いとこは左手ちょっと置いてもらっていいですか、うん、置いた時にここにさっき隙間があったんですよ。このちょっとなのでこの壁にこっちとこっちでちょっと押してあげるんですよ。そうすると負けないんですよ。こっちが今隙間にもうちょっと置いた手をピッて貼ってもらっていいですか。そうすると自然と力入るんで、その2点があった上でこの今の動きができればもうちょっと良くなる。それ意識でちょっとやってみてもらっていいですか。フォームそれでいいですからね。右手いじらなくてもいいです。で今言いながらやってたんで直さえよかったです。丁寧なゆっくり動きとしてね出来上がってるんで、ある程度包丁の方は問題はなくなってきた代わりですね。ちょっと支えてる左手のね握ってる包丁が良くなった分で、破れとか全然ないですよね、うんうん、完璧ですね。切ってからね、はい、送るっていうのをね、はい、ちょっと動作を分けて開けました意識を、うんうん、そうしたら変わる。その方が安定しました、うん、そこはもう本当に自分の感覚で最後直しをいただければ。はい、今回の動画楽しかったら高評価と、そしてまたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。大輝でした。バイバイ。